11人制ハンドボールとは、ハンドボール競技の一種で、1960年代まで、盛んに行われた、チームスポーツ。サッカーと同じ大きさのフィールドやゴールを使い、屋外で公式競技が行われた。1960年代以降、ハンドボールの公式競技は、屋内での7人制に移行したため、現在、ハンドボールと呼称する競技は、一般的に7人制ハンドボールを指す。 七人制と区別するため、十一人制ハンドボールや屋外ハンドボール、フィールドハンドボールなどと呼ばれている。本記事では、十一人制ハンドボールと表記する。十一人制ハンドボールは、二十世紀初頭のドイツで男子サッカーに代わる女子用の球技として創案された。1915年頃、公式に残る記録では1919 19年、ドイツのカール・シェレンツによる、 競技規則の制定が11人制ハンドボールの起源とされている。シェレンツは19世紀末のドイツで盛んに行われていた女性向けの競技、東アバルをもとにサッカーの持つスポーツ性を取り入れ、男性にも女性にもできる競技として11人制ハンドボールを普及、指導した。11人制と7人制は相互に影響しながら発展を遂げた。 1928年には国際アマチュアハンドボール連盟が創設され、1934年に11人制と7人制の競技規則が制定された。オリンピックでは1936年に男子11人制が実施種目に採用された。1938年には男子11人制と男子7人制による第1回ハンドボール世界選手権が開催された。 11人制に比べ、少人数で競技場が小さい7人制は、競技実施が容易であり、徐々に、ハンドボール競技の主流は7人制となっていった。1946年には、7人制が盛んであった、デンマークやスウェーデンにより、国際ハンドボール連盟が設立。国際アマチュアハンドボール連盟は、発展的解消を遂げ、ハンドボール競技は徐々に7人制へと一本化。 されていった。1922年、東京市販学校の大谷武一により11人制が紹介された。大谷による11人制の紹介は、日本におけるハンドボール競技の禁言とされている。国際的に7人制への移行が進んだことを受け、1963年には、すべての国内公式戦が七人制へと移行し、十一人制ハンドボールは廃止された。現在、 国内の11人制ハンドボールはシニア世代向けの交流大会がわずかに行われるのみとなっている。35メートルラインにより、攻守がほぼ分業され、体力の消耗が少ないことや、フィールドが広く接触が少ないこと、ボールの扱いが比較的優しいことなどから、同時期のサッカーに比べ、女性や子供にも行いやすい競技とされていた。 11人制ハンドボールのフィールド、ありがとうございます。